ちょっと。こっちとら筋肉痛なんです。筋肉痛なの？なんで？キュウー、大縄跳びをしたもんで。なるほどね、はい、何ですか？セイコーマットって書いてますけど、なんとですね、我々のセイコーマットから。我々のセイコーマット、はい、今視聴者さんがこれどうですかみたいな感じでおすすめされたので、ちょっと買ってみたんですけど、我々のセイコーマットから、我々のセイコーマット箱が出ました。箱が出ました。はい、全糸が我々のセイコーマートから。いつ俺らがものになったのかっていう話なんですけど、セイコーマートの商品あるじゃん。セイコーマートのさ、オリジナル商品、ああはい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 、が入った、うん、セイコーマート公式通販だけの限定セット、1000セット限定での販売でした。そうです、セイコーマートのファンブックも入ってます。あ、じゃあ1000人のの、はい、うちの1人、はい、1000人しか買えない、はい、でも割と日数過ぎても余裕で買えたっていう、はい、じゃあ早速、もう何が入ってるかなって全然わかりませんから。セコマのものはもう嬉しいだろ。お、すごい。はい、じゃあ早速出してください。どうぞ。知らねえ。何それ？セイコーマート濃厚チーズリングチェダーチーズ。知らねえ。知らねえ。カールおじさんみたいな。え？何それ？ホットシェフの容器？容器？なんで？舐めてる？セイコーマート。このゴミ入れて。ねえ。え？ホットシェフの容器入ってんの？うん。舐めてる？ホットシェフの容器ってゴミじゃん。なんで入ってんだろう。いや、もしかしたらなんか意味があるのかもしれないね。あ、あ、このガラナは懐かしいです。ガラナいいね。ガラナ、うわ懐かしいな。これなんで、あ、懐かしい。うわ出た、京極の名水。これはね、北海道の人ならわかるんですけど、京極町っていうところのめちゃくちゃ水がね、美味しいところがあって、京極町のお水はとっても美味しいですよ。いいですね、北海道ミルクの紅茶。安いんだよね、これね。セコマの飲み物は全部安いんだよ。安いんだよな。出たワイン、 G7 カベルネソービオン、ヤシワイン。ヤシワインだね。北海道ミントキャンディー。あ、いいね。なんか今のとこさ、なんかおってなるのねえな、うん、これだってね。北海道ミルク&コーヒー。お、最高、最高です。これ最高よ、ミルク&コーヒー。これ最高なの？はい。ミルクキャンディ、あ、それ美味しいです。まだあんの？北海道バタークッキー。うまそう。うまそうだね。うん、すごい。ひねり、あーいいね。これいいね。いいね、ひねり揚げ。何くしゃみしてんのに。俺の足舐めてからくしゃみしてる。くせんだべ、さ。セイコーマートファンブック出た。それがね、メインだそうです。なんかセコマのファンに向けた本を出したんだって。それを記念してのそちらの詰め合わせボックス。こんな硬い。セイコーマートのマーク書いてある。え、かわいい。さっきで中にセイコーマートの、え、めちゃめちゃかわいいんだけど。こっちにもうちょっとアップで見せる。かわいい。見えない。見えないじゃん。かわいい。うわ懐かしい。うんこソフトクリームとか。うわ懐かしい。あそこが本になってんの？うん、なんかちょっとした本になってる。ほんとだ。ねえ、ホットシェフ食いてぇ。ホットシェフ食べたいね。いつでも食いたいわ、フライドチキン。まだあるよ、多分。まだあんの？多分。何それ？これもお酒っぽい。
え、なにこれ。トマトジュース、トマトチューハイ、トマトハイ。え、お酒だ。多分お酒ラッシュかもしれない。お酒だ。トカチランデブーハイボール、オランデ山わさび塩ラーメン。あ、出た。レイカ好きそう、このシリーズ。あ、小エビって、これうめんだよ。あ、これうまいんだよね。これうめんだよな。懐かしい。増毛帳だって、増毛帳。マシケ帳だよ、それ。これ懐かしいな。小エビ天そば、うまいんだよこれ。メロンゼリー、昆布だし、うどん。あ、これうまそう。あ、いいね。鮭丼、豆だこ。わー、最高。むしゃりカレー。あ、最高最高。わかってんね、セコマは。やっぱ好きなに。なんで入ってんだろう。いや、もしかしたらなんか意味があるのかもしれない。もしかしたらなんか意味があるのかもしれない。もしかしたらなんか意味があるのかもしれない。ホットシェフでカツ丼が盛り付けられている丼容器、自家製のカツ丼を入れるもよし、小物入れに使うのもよし。あ、自分でカツ丼入れろスタイルね。うん、とかなんか小物入れにしておしゃれにすれば。おしゃれにならん。ホットシェフの容器はおしゃれにならんよ。これすごい、セコマとマニア検定事務局行きの。あ、マジ？セコマ検定できんの？ああ、問題やって送りつけたら認定書返ってくるらしいよ。マジ？せっかくだしやってみる。やってみるか。でれん、第1問。1994年ホットシェフの前身となるそば弁定が北海道の。何それ。北海道アショロ町でオープン。なぜアショロ町。問題数めちゃめちゃ多いから黙々とどうぞ解いてください。いや、全部わかんない。難しいねこれ。うん、北海道民だからいけるだろうと思ったけど、めちゃくちゃ難しいよこれ。うん、これはね、難易度バカです。ホットシェフのカツ丼は年間で何個売れる。1、1万個、2、60万個、3、700万個。わかるか、セコマートさん。難しすぎますよ。ヤスさんが作ってくださったセコマートの CM ソング、ガンガン食べよう、毎日食べよう、お腹が空くのは生きてる。ガンガン食べよう、毎日食べよう、お腹が空くのは生きてる証。そうだよね、多分生きてる証だね。まあ、じゃあやめよっか。難しすぎだね。うん、思った以上にバカむずいね。こっちの柄な、正直あんま買わねえんだよな。え、嘘、私買うよ。ねえ、なんで全部口からこぼすの。さっきお湯入れたからこれ。はい、はいはいはい。こいつはうめえんだよな。これ安いし美味しいよね。そう、このシリーズだったらこの小エビ天サバがいっちゃうまいよね。うめ。みんなにイメージして安かったらもうあれよ、もうどんべよ。うん、でも汁うまいな。小エビ天サバうま。その中にな、ぐちゃぐちゃにしたおにぎり入れて食ってもうめんだよな。あー、懐かしいね。うめんのよ。うん、ホットシェフがうまいんだよね、セコマ。そうなんだよ、フライドテケンがね、やっぱ忘れらんないね。というわけで、懐かしい気持ちになれたのかな。限定1000セットの中身はこんな感じでした。そう、こんな感じでした。皆さんも気になったら、もしかしたらまだ買えるかもしれないんで買ってみてね。セコマクイズはバカ難しい。セコマクイズは意味わからんよな。ねえ、昆布がしみる。ルル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 ねえ。これは相当可愛いと思うよ。可愛い。これ相当可愛い。はい、終わりです。うまっ。そこまで。あー、食いてー。いや、マジでうめえからな、ホットシェフのおにぎり。なんかみんなカツ丼カツ丼言うけど、俺もホットシェフはもうフライドチキンとおにぎりだけでいいから。おにぎりなんよな。おにぎりなんよな。